豊田工業大学は、愛知県名古屋市天白区久方二丁目十二の一に、本部を置く日本の私立大学である。1981年に設置された、大学の略称は T。発明王、豊田佐吉とその長男で、日本の自動車産業の礎を築いた、豊田喜一郎は、車業繁栄の暁には、大学を設立し、日本の将来を担う技術者を育成することにより、 社会に貢献したいと考えていた。その夢と精神は語り継がれ1981年にトヨタ自動車の社会貢献活動の一環として設立された。社会貢献として設立された経緯により入学金が私立大学としては群を抜いて安く、学部に関しては国立大学とほぼ同学である。所在地は愛知県名古屋市天白区であり、豊田市ではない。 もともと社会人大学として設立された経緯から、かつては工業技術に関する実務経験がないと、事実上入試は受験できず、そのため予備校などの入試難易度ランキングの対象から外されていた。現在は学生の大半が一般学生であり、社会人学生は20%に満たない。授業などでの教育も一般の4年生大学に近い。なお、 自動車についての講義はほとんど行われていない。徹底した少人数制と学部1年と3年時に全員必修で4から5週間企業で行うインターンシップなど豊富な体験型教育プログラム、学部1年時の全寮制など教育プログラムが充実している。開学以来就職決定率は100%となっている。大学と産業界が良きパートナーとして、 互いに研算し合う中で教育、研究を推進することにより、豊かな人間性と創造的な知性を備えた、実践的な開発型技術者の育成を目指している。研究と創造に心をいたし、常に自流に先んつべし、豊田佐吉を生訓学部学生募集は、学科でまとめて募集される。大学院研究センター学際的共同研究を進めるために、 学内に独自研究センターを設置し、内外の研究者と国際共同研究や産学共同研究などを進めている。また、文部科学省や経済産業省からの公的支援も受け、最先端の分野横断的な研究を進めている。キャンパス内に学生寮を備え学部1年時は全学生が寮生活を送る。2年次以降はサポーター役と抽選による、 一般寮生として寮に住むことができる。全室個室、冷暖房完備デスクやベッドのほかテレビアンテナ端子、インターネット接続端子等の設備も用意されている。現在はキャンパスリニューアル計画の一環として新築された新久方寮が2017年より稼働している。ありがとうございます。